県が進める病院の再編構想で名取市に民間の精神科病院を誘致する計画の募集要項案が示されました年内の事業者選定を目指します県の4病院再編構想で精神医療センターの富谷市への移転に伴う県南の患者への対応として名取市に民間の精神科病院を誘致し入院や外来に対応します県は昨夜 県医療審議会の病院部会で募集要項案を示しました用地は県の土地を無償で貸し出す一方建設費や運営費は事業者が負担することなどが盛り込まれています今後選考委員会でのプレゼンテーションなどを経て年内に事業者を選ぶ考えですまた県精神科病院協会は部会で名取市内で精神医療センターを建て替えて残す案を示しましたが 県は適した建設地を確保できないなどとして現実的ではないと反論しました。